な。はい。お前にちょっと面白いこと教えてるわ。はい。マネーの虎って知ってる？いや、知らないですね。知らんの？はい。これ2回目だから。いいですか、それ。これ見て。はい。これあの、マネーの虎ってお前知らん？いや、知らないですね。え？知らないです。マネーの虎知らんの、お前？はい。世代だな。え、なんすか、マネーの虎って。いや、マネーの虎みんな知ってるで。俺めちゃくちゃ憧れてるよな、社長とかに。はい、若い時にマネーの虎って社長が出てきて、はい、いい提案だったらお金貸すみたいな。でこいつらがジャッジするんだわ。はい。でそれの虎の人だよ。冷徹の虎って書いてあるでしょ。この人、はい、34,500人か、まあ、最近でも3万人超えましたって。俺もそのあたりから知ってさ、はい、1週間前で3万超えた。でこの人の会社を俺ちょっと調べたんだわ、はい、名古屋なんだこれ。ちょっと電話しろかなと思って、コラボ依頼いけますかね。こうやって経営者の行動力っていうのをお前ら見せたろうかなと思って。とりあえず名古屋本社。はい。あ、もしもし、初めてお電話させていただいたんですけど、私、その、ちょっと、愛知県で、YouTube をやってまして、難波社長の YouTube 見て、お電話させてもらったんですけど、塗り替え道場 TV っていう YouTube をやってるんですよ。で、チャンネル登録者が10万人ぐらいいて、やってるんで、もしよければ、ちょっと、難波様に、お会いしてお話聞けないかなと思いまして、ちょっと電話させていただきました。うまい、俺の営業トークすごいですね。お前らに隣散らしとるんだ。全然違いますね。やっぱ視聴者ごめん、みんなごめんね。もしもし、はい、申し訳ございません、南原なんですが、はい、東京の方に支所がおりまして、はい、あ、そちらの方にお電話いただく、あ、ことってできますか。普段あんまり愛知県にはいないんですか。はい、今もうちょっと東京が多いので。あ、メインがですか。はい。あ、わかりました。じゃあ東京の方にお電話させてもらったらよろしいですか。よろしいですか。あ、わかりました。一度じゃあ電話してみます。すいません。よろしくお願いします。はい、よろしくします。失礼いたします。で、東京に電話したら、はい、名古屋からかけろって言われたっていう。そうですね。そういうことだろ。そういうことですね。あ、もしもし。はい。株式会社七色の小林と申しますけど、初めて電話さし、名古屋の方でかけたら、はい、こちらの方に電話するようにって言われたんで、ちょっと電話したんですけど、はい、私、その、YouTube をやってるんですよ、会社で。はい。で、南原さんがその YouTube をやられてるのをちょっと見まして、はい、もしよければちょっとお話少し聞いていただくことできないかなと思いまして、電話させてもらったんですけど。ああ、そうなんですね。はい。ご連絡先ですとか、あ、メールがあるんですか、メールフォームみたいなのが。あ、私、秘書やっておりまして、スケジュールなども管理、はい、ああ、そういうことですか。YouTube 拝見させていただくこともできますので、必ず伝えていただければ、お互いにメリットになればなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。ゲットしたってこんなもん、すごいですね。これでラブメール送ったら一コロよ。あ、この人かっこええわーって、髪の毛ふさふさやわー。そうですね。いや、でもハゲの状態知らないっす。でも声が俺のこと好きそう。経営者ってさ、マネの虎とか俺も見とったでわかるけど、やっぱ経営者ってこういうことができたら誰でもなれるんだよな、逆に。頭悪いじゃん、どう考えても。1ヶ月ぐらい一緒って、まあ別によく悪いだろ、普通だろ。まあそう、普通でもガッツっていうか、こういうのがあるだろ、情熱じゃない。作品作りでも何でもそうやけど、経営者だけじゃなくない、はい、いいもの作るって情熱じゃないの。職人さんでもそうじゃない。まあやっぱこうしたい、営業にもこうしたいとか、俺はこういう風にやるんだよって、はい、だからこういう風にしたいんだよねって、やっぱ熱く言える人っていうのは勝つんじゃない、うん、何もいいわ、お金欲しいからやってるっていう人って伸びなくない。でもそうだろう、経営者やってて金金金だけじゃないから、やっぱ、ね、もっといいもの作りたい。だって YouTube もお前の企画つまんねえって言うじゃん、よく、はい、そうですね、全部ボツにされます。まあまあ、じゃあね、はい、この動画を見てるってことは合ってると思うんで、じゃあ南原さん登場お願いします。お願いします。ここで撮っとるからな、俺は。入るかどうかわからんけど、メール来てるわ。あ、メール来ましたか。もうこれ視聴者の皆さん、これが経営者だ、勉強しよう。もうこうやって、はい、こうやってさ、まあ、電話の後にこうやって俺向こう一応に、まあ、簡素に、はい、だけど丁寧にだよな。私の YouTube チャンネルと、ね、まあ、何も売りは出してないでしょ。少しふざけた動画も多いですが、はい、よろしくお願いします。感謝のウェブページも貼り付けていただきますぐらい、はい、して、これが俺の営業だわ。これがすか。髪の毛も増えちまうわ。偽物か。来たんだわ。
先日お電話いただき誠にありがとうございます。ナンバーが名古屋の時というのアポイントのある時はほとんどその他は東京におります。また YouTube でご覧いただいたと思うのですが、はい、すごいな、やっぱ名古屋のもおるけど、はい、ほぼアポイントがあるってちゃうわ、そうなんです、100億円超えとるやつちゃうわ違いますね10倍だな、おちろそこで、はい、YouTube でご覧いただきたいと思うんですが、名古屋にランタンというステーキハウスを経営しております。そこで食事会も開催しております。もしよければ小林様主催で貸し切りで何か開催されませんかとナンバーが申しております。はい、もちろんナンバーが参加しますのでその時にお話できたということでした。はい、はい、どんだけ相手も営業上手なんだって貸し切って使えよ、あったるべって言っとるんだろ、売り出してますもんね、なんばらさん笑ってない人に言っておいてね、これ視聴者の皆さん。まあけどどうする、貸し切りウェブページ見たんだわ、はい、ランタン、え、めちゃくちゃなんか言ってる、高そうだろめちゃくちゃ高そうだろ、これだぞお前、貸し切りってお前何人に行くつもりでもってあいつ、頑張ら足場全員としかもインスタも見たんだわ、はい、まあまあマッチョだね。やばいね。いや、なんかこれ見たことあったけど、インスタ見たことなかったんだけど、はい。YouTube な。じゃあ、ここ、あ、これか。で、俺、ただテレビでなんか見てあんのかな、はい。筋トレショーとか。マネの虎やばいだろ、お前。やばいっすね。虎だぞ。虎ですね。食べられちゃいます、ね。まあ、よし、もしよければ参加します。これは一つの案ですので、はい、ご遠慮なくまたご相談内容などをお聞かせください。でもう一つのがあるんですが、ご遠慮なくご相談内容などお聞かせください。南原も御社の動画チャンネルがとても面白いと申していました。あ、そうそう、俺が営業だってよお前コメントも入ってましたもん、 YouTube のコメント、え、コメント入ってましたよ、南原さんから。そうでしょ、これ笑えますねって、俺は笑えねえよこんなとこ貸し切れていくらすんだ、100万ぐらいいくんちゃう、1人、まあ、2万円としたって50人だと100万だろ、うん、4人のテーブルが最低ここから見るだけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9 見えるだけで9だけな6,36人はいやもうそれぐらい金持ってないとコラボしない、コロナだってそうそうそう、金持ってないとお付き合いしんよってことだよな、そういうことですよね、そのステージ来いよってことか、はい、もうこれ公開しよっかなんかしますか、なあ、ブラさんのなあ、もういいや37分コスト合わんわ YouTube で俺コスパフォーマンス重視だね勝手に公開してみるか、これすごいな、でもな、ワインとかあるし、これ絶対高いやつでしょ、これやばいの、食べれるのかな、あ、でも13,200円、ああクリスマスイベント13,200円、クリスマスはちょっと高いんかな、4名様から前日まで予約、飲み放題、ワインとか飲み放題で8,000円、あ、でも食事ついてないだろ、多分パン付きって書いてあります、バケットって本日のパン付きだもん、肉ついてねえて肉は買えた、お前8000円も出して肉ついてねえて、お前パンだけだぞ、バケットパンだろパンと飲み物だけだって、お前いやでも口かわくやんけよ、お前白ワインとパンしかないんだぞ、お前口かわくだろ、もう探すか、これナンバーさん、はい、ちょっと偉いっす40万です80万か、1人2万円としてそうなりますね、40人で80万だな、40人、はい、ちょっと偉いんで、あのこの YouTube 見たらまたコメントいただきますかインスタもフォローしておきましたナブルさん、ちゃんとフォローしておきましたフォロー済みですね、うん、フォロー済みだって、 YouTube もフォローしておりますチャンネル登録して、やべやってますね、あ、チャンネル登録もしてみました、はい、まあ、まあ人生の先輩としてぜひ、まあ、でも会ってみたいんで、そうですね、いろんな話、うん、まあ、貸し切りも面白いけど、なんか一回会ってみたい、そのみんながおる前じゃなくて二人でしゃべりたいなと思ってます、はい、マジで、はい、うん、そう、まあ、ちょっとわがままなあれですけど、もう、まあ、15分でもいいです、まあ、いいや30分それはまだ僕も未熟者なんで、塗装屋としてちょこっと頑張りましたけど、はい、まあ、本当にまだまだこれからでいきたいなと思ってますんで、はい、ぜひあの、まあ、アドバイスじゃないですけど、うん、なんか聞いてみたい、そのやっぱり頑張っとんな、やっぱ行く人はやっぱ頑張ってんだな、俺頑張んなきゃっていう、それだけ欲しい、お願いします、お願いします、音みたいに行っちゃう、マジでやばい、行っちゃいますか、でも公開しちゃうか、これでなんかこの調子で行けそうだ、本当に行けそうだったら公開します、 YouTube っぽく、まあ、僕も別にこういうことやりたくないですけど、山田さん動画盛り上がるかなと思ってなんか僕らがしろって言ってるみたいじゃないですか
レベルディレイがあったらまだかっこいいよな。コメント入れてくれてるとかまあ確かに男だよな。そうですね、ちゃんと見て一瞬聞いてチェックはしてくれてるってことだよな、はい、そうですね。簡単な見せつかしきれよっていうところへんはちょっと圧が強いけどどこまでいけるんだっていう この筋力できとるよな剛はできとるけどぜひ、はい、まあ貸し切りの話も含めて、はい、少し、まあ、自己分でもいいんで一度ちょっと会ってください。もしあれやったらあの新幹線で帰ってくるか、まあ貸し切り運転手かな、わかんないけど、移動の15分だけでもいいんでください。僕運転手がどっかまで連れてきます。はい、運転は得意です15分だけでも時間ください。よろしくお願いします。お願いします。これで公開しましょう。はいこれまた見てね、やめようか、南原さん失礼だねいやまた見てください、南原さんが勘違いしちゃう。あこいつまた見てるぞ、舐めてるのかって、そんな時間ねえだろって言われちゃう。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。視聴者の皆さんもこれで会えたら奇跡でしょう。そうですね、視聴者も盛り上がってるんでぜひやってください。はい、またね。